パート2です。天笠雅彦についてのレクチャーです。天笠事件と一般的に言われているそれは、当時の軍、あるいは警察を考えたとしても、その現場の人間の感情で動かされた、そんな事件ではなかっただろう。もしそうであったなら、天笠はもっと厳重な罰に処せられていたはずなのに、天笠さんは10年間勤めたんでしょうか。いや、これしかもね、わずか3年で仮出所してる。で、ちなみにこれは名目は一応あって、この間23年から26年のこの間に摂政の広人宮、彼が国の宮長子さんと結婚式やってるんですよ。ってこともあって、要はそれに伴う恩赦っていう形でまず刑が短くなるんですよ。で、しかも彼模範囚だったんで、で、それでまあわずか3年で出るっていうことになります。で、さっきの稲さんが待っててくれたわけでしょうか。そうですね。まあ、あの、結婚するっていうことになるんですけど、うん、今後天笠には殺人者という汚名がずっとついてまいりますよね。そうですね。なので、これまあ要は当然その出獄するっていうことになるんですけど、で、その出獄するときもですね、なんだろうな、とある事件が起こってめっちゃ社会が大騒ぎになってるときにこそ出獄するみたいな、実はそういう、話になってるんですよ。人目に触れさせないような出獄の仕方ってことですね。そう。で、なんでかっていうと、それされちゃうと、まあ当然わかりますよね。みんなが取材で殺到して、で、例えばその取材で殺到されれば、例えば天笠といえどもついうっかりみたいなことがあり得るかもしれないじゃないですか。っていうこともあって、実は、とある事件をきっかけに、大騒ぎになる中、彼はまあ出獄するっていうことになります。それが何かっていうと、有名な撲裂事件。これも、撲裂事件。はい。これもあんまりね、受験日本史ではも一切出ないし、知らない人は知らないんですけどね。対薬剤が適用された、戦前対薬剤が適用されたの3つしかないですから、事件が。そのうちの1つなんでね。1つは光徳事件。はい。もう1つは、さっきの虎ノ門事件でしょうか。そうですね。で、もう1つがこの、うん、まあ、撲裂事件ですね。うん。ハレンチな写真が有名なんですが。そう。だから、ハレンチな写真が出回ったのがこの頃。事件自体は誤解のないように言うと、もう23年に、まあ要は、何ですか、彼らは捕まってるんですよ。大正天皇の写真を壁に貼って、ナイフで刺した。で、それを、まあ要は尾行の刑事に見られたんで、まあ退学罪だと。まあ恐ろしいですよね、この時代ってね。まあ もちろんその大正天皇の写真をナイフで刺すってことをやってる方もどうかと思うんですけど、個人的には。まあそれはまあ、ね、本人の主義主張だから、まあ、ちょっとあんまり立ち入ることはしないとして、23年の9月3日に、実はこれ捕まってるんですよ、僕ですって、もともと。じゃあ、これ震災の後じゃないですか。そうそうそう、だから結局同じです、だから。その震災の後に、そういうそのやばそうな活動をしてる、ちなみにこの僕列さんっていうのは、朝鮮の無政府主義者、朝鮮人無政府主義者。で、これの内縁の奥さんに、金子文子っていう、まあ、これも有名な人ですけど、で、この人が、まあ、内縁の妻、まあ、だから愛人って言った方がいいのかな。で、まあ、この人も社会主義者なんですよね。社会主義者っていうよりはアナーキストって言った方がいいのかな。この撲裂を主人公にした韓国映画が3年ぐらい前にできましたよ。はいはいはい。先生結構やっぱり映画あれなんですね。ちょっと失礼な言い方だかもしれませんけど、ご覧になるんですね。金子文子と撲裂でしたっけ。はい。そうですよ。はい。で、その、大阪の在日の女の子が、まあ、日本語を喋れるっていうんで、金子文子役やってましたね。はい。なんでしょうかな。なんつったかな。ちょっと覚えてないですけど、はい。言いました、言いました。はい。うん、だから、韓国映画では、この撲裂さんなんかが、英雄っちゃ英雄なんですよね。うん、まあ、そうでしょうね。うん、まあ、だから、結局ね、なんでそういう社会主義運動にっていうとね、まあ、それはもう当然、日本への敵ですよね。やっぱ、朝鮮併合しやがってっていうところから、まあ、多分、で、そうすると、まあ、社会主義にっていうのは、まあ、流れとしては分からなくはないですけど。うん。じゃあ、この撲裂事件が、その後、3年くらい、
裁判であって、でその裁判の過程であの奇妙な写真もどこからともなく流出して、そうですね、そしてその撲滅事件で世間が騒いでるときに浜勝がこそっと出てきたという、そういうことでしょうか。うん、そういうことです、そういうことです、そういうことです、はい、うん、でこそっと出てきていきなり行方不明になるんですよ。はい、行方不明になっちゃう、いなくなっちゃう。でしかもマスコミはやっぱりそのなんていうんですか、こう張ってるわけですよ、簡単に言うと。なんでかというと、アマカスの新聞記事は売れるんで、やっぱり。だから、もうその仮出所するときは、もうアマカスに取材してみたいなことで思ってたら、なんか、その撲裂事件もあったのと、で、あとはね、彼が、その、牢屋入ったのが千葉だったんですよ。で、その千葉で、なんかね、これはまあ、多分あの、普通の殺人事件だと思うんですけど、そのお肉ま事件とかっていう、なんかよくわかんない殺人事件ですね。まあ、よくわかんないって言っても、お肉まさんって人が、その3人殺して、で、しかもその放火して現場から逃げるみたいな感じになって、で、まあ、その逃亡が1ヶ月以上逃亡するみたいな感じになったんですよ。まあ、だから今でいう凶悪殺人みたいなもんですね。このお肉ま事件っていうのが当時ですね、はい、もう人の関心を引いたんですよ。うん、あの、なんか、自分の嫁さん取られたかなんかっていうんで、お肉まさんが怒ってみたいな、うん、その過程でいろいろあの、なんかあの巻き添え食った人もいてっていう、これをみんなが、まあ、面白がって見たんですよね、これ。で、最後、しかもこの人、確か自殺するんですよね、そうですよ、なんかね、うん、先祖の墓の前かなんかで自殺して、結局それで終わりってなってる、その最中に。いやだからもうそれだけ2つも事件があれば、やっぱりその新聞社っていうのも、やっぱりこの当時大きくなってきてる時期だから、そんななんていうんですか、人員が潤沢にいるってわけじゃないわけですよ。だからもうこの2つの事件で、マスコミ振り回されてるうちに、スーッとその千葉の、まあ、要は牢屋からスーッと出て、で、大正15年の10月の9日です。彼出出国したの、スーッと。今だってことだったでしょうね。そういうことですね。陸軍から世話よしっていう感じだったと思うんですけど。で、出所するじゃないですか。で、どこ行ったかよくわかんないわけですよ。で、もうマスコミたちは、いや、探せ探せみたいな感じで、まあ、探すわけですよ、うん。で、その後、天川さんどうなっちゃうんでしょうか。ね、東北の、今のだからなんだ。わかります？陸東線って言ってわかりますか？電車の名前で。あ、わかんないです。陸に羽って書いて、東の電車って書いて、陸東線っていう電車がある。はい、まあ、これ、簡単に言うと、まあ、宮城県から山形の方にこう出ていく電車なんです。で、その途中駅に、まあ、なんか鳴子って場所があって、で、そこで、なんかそこに温泉があるらしいんですよ。旅館があって、そこに隠れてたらしいんです。陸軍庇護のもと、憲兵庇護のもと、なんか隠れてたらしいんですよ。まあ今ここももうローカル線で、まあね、あのいつ廃線になってもおかしくないみたいな駅があるんですけど、はい。その庇護のもとっていうのは怪しいですよね。いやだからなんで庇護するんだよって話に当然なるわけじゃないですか。だって普通に考えたんですよ。その個人の、なんていうんですか、その犯行で、ね、まあ要は組織がこれ、簡単に言えば批判を浴びるような状況になったでしょ。たとえ憲兵といえども、これ、天笠を処罰した後に保護するなんてこと絶対ないんですよ。で、ところがですよ、もう出国してすぐのね、その、金もない人間がですよ、まあ、要は地名で言うと宮城県の大崎市ってところなんですけど、現在の、そこの温泉の旅館にずっと投宿できるってことは、もう当然、誰かから支援金が出てるってことじゃないですか。でも当然これが憲兵から出てるわけです。まあ、憲兵ってか、だから陸軍から出てるわけですよ。ですね、お勤めご苦労様でしたってことですね。そうそう、もう完全にヤクザの世界ですよ、これ。やってることが。うん。で、ちなみにこれを、この天笠がここにいるのを、まあ、突き止めた新聞記者っていうのがいて、あの、独占インタビューみたいなことはやってますけど。うん。まあ、それはさすが新聞記者だなとは思いますけど。うん。さて先生、ではこの後刑務所から出てきた天笠さん、どうなったのかをパート3で追いかけていきましょう。はい。